千歳市から車で約1時間半。本日の目的地は登別温泉地獄谷です。天候は快晴、気温は19度です。10月にしては暖かい日でした。なんかめっちゃ大きな鮭と熊がいます。なかなかの迫力。登別市について早速お蕎麦屋さんへ。あ、さっきの庭に鹿がいました。わかりましたか？美味しい山かけそばをいただきました。さあ、温泉街に入りましたよ。青鬼、赤鬼が私たちを出迎えてくれました。結構怖い。ここでは温泉が噴き出しているところを見ることができます。迫力満点。硫黄の匂いもなかなかすごかったです。さて、いよいよ地獄谷へ。白樺巻に勝手に電気つけてんのかな。あ、よかった。まるで鬼が住んでいるようということで地獄谷という名前がついたそうですよ。危険なので柵より中に入ることはできません。来ました。天然足湯、ドラえもん風。だって見て、あそこ流れてる川がだってもう湯気立ってるもん。だってもうあったかそうやねん。めちゃめちゃ、おいしい。温泉の滝ですね。気持ちいいですか？気持ちいいですか？あ、気持ちいい。何でですか？知ってない。さて、会話が噛み合わない私たちの旅もそろそろ終わりです。足湯で温まった後、大湯沼へやってきました。
そしてクッタラ湖へ。クッタラ湖は丸い形の湖です。地上からだとこのように全く分かりませんが、上から見ると本当に丸い、とても綺麗な湖でした。